ふかしながら帰ってまいりました。すき焼きの肉も買いますね。いびきかくんひと先に寝て、ひつじがこぼえて夜が明ける。修学旅行のテーロン、場所だけと思ったら割引券。ゲロッゲロッゲロッ、やめてちょうだい。パソコン叩いても直らない、携帯は振っても通じない。ヘロはエンドレスかも、明日一日かもずっと展開する。それじゃあそれじゃあお疲れさん、非常に厳しい。ここはスコットランドにある西沢バイオのオフィス。私だ。こちらトリプルオーセブン、ターゲットは日本へ向かうようです。何？日本だと？このまま追跡を。どうしたトリプルオーセブン。やつめ、桃花のところへ向かうつもりか。するほどのお金持ちですから。それよそれ。ってことはさ、西沢家を侵略すればペコポンの半分を手に入れたも同然ってことじゃね。てなわけで、ここからここまで我が家の土地。それじゃあ僕はここからここまでいただきです。我が家の土地より比例じゃん。なんだかお取り込み中みたいですけど、僕ってお邪魔じゃないんですか？邪魔だなんてとんでもないです。冬木殿、たまたま訓練をしているだけなのでございます。どうぞお気になさいませぬよう。そうなんですか。で、僕に用事って何なの？それはその…突然ですが、ここで問題です。これは何と読むのでしょうか？これですぞ、これ。山茶かじゃなくて、何？わずかな間に日本も随分と変わったものだな。しかし緩んだ空気は相変わらず。あとはお肉買って。はい。今の何やつ。動くな。忍びか。すまぬ、そなたの身のこなしが尋常ではなかったゆえ試させてもらった。いずれの機会に技を交えようぞ。では。ああびっくりした。何今の。とてつもない殺気だった。第一種非常警戒態勢なんて戦争でも起きない限りありえないはずだ。桃花様のご学友がいらしてるからじゃないか。俺たちがこうしていればどんな些細なトラブルにでも対応できるってものさ。ふん、何にせよここに入ろうなんて思うコソ泥は。
サガト、おい、このボート鎮圧用特殊ゴム弾。何、キャッチボールでもするつもりか。やまやま、あー、わかんないよ。え、何、制限時間の合図です。え、答えはサザンカですよ。ああ、そうか、サザンカか。さあ、コーヒー入れますね。あとちょうど1時間で美味しくできますから。やべえ、我が輩たちの侵略活動がバレたであります。こちら、急げ。どうぞ僕だけを助け、分が嫌いになったら僕だけを自分が嫌いになったら僕だけを。これは、あ、何かしら。これは西澤さん家で何かあったんですね。やだ、風紀が遊びに行ってるのよ。エリア28に反応。移せ。何者だ。お待ち。さっきの警報は一体。冬木殿に漢字の読み取りクイズをお出ししていたのでございます。さっきの警報はクイズの制限時間終了の合図だったんだ。でも親衛隊が走り回ってましたけど。シリアスモードだったし。これは訓練なのでございます。あ、そうすか。これはウォータードリップ、またのお立ちコーヒーではありませんか。ウォータードリップが終わるまでお時間がございますので、次の問題です。これは何と読むのでしょうか。え、ガマコギロギロ、青空じゃなくて。再度冬木くんには考えていただいて。絶対にここを通すな。はっ、少子、この程度で俺を止めようというのか。急ぐぞ、奴を捕まえる天才一流のチャンスだ。もちろん通常の3倍の速度で飛んでおります。くそ、見てろ、麻酔銃で眠らせてやる。お前が寝てろ。なんか見たことあるんだけどな。フッキー頑張れです。ちなみに答えはタンポポです。あ、レベル2が突破された。わかった、ポル。ご心配なく、レベル5までの鉄壁の備えがございます。でも相手は。レベル5までの備えってどういうことですか。最初からなんか変だとは思ってたんだ。難しいクイズで時間稼ぎをしてみたり。今日の西澤さん変だよ。ごめんなさい、冬木くん。レベル2防衛ライン壊滅。急行急げ。こちらレベル3フェーサー部隊。ダメです、全く歯が立ちません。侵入者は本館に向かっています。大変なことになってるみたいですね。冬木たち大丈夫かしら。その侵入者、俺が止めてやる。お前たちはその間に冬木たちを救い出せ。何？何か困ってることがあるんなら話してよ。友達なんだから。冬木くん、は、早い、早すぎる。わかりました、すべてをお話しします。西澤さん、いかん、ギロルドロ、相手はペコポンジ。邪魔だドロロ、そこ。
が私に会いに来るんです。西沢さんのお母さんが？ほい、いない。まだまだ。ヒロロ殿、うわ、これ以上はさせるでござる。やめろ、離せ。この方こそ桃花ちゃんのお母様、西沢大岡その人であります。新衛隊総員密、侵入者の正体は大岡奥様であれ。全力を挙げて奥様の進行を阻止せよ。手加減の無用、これは奥様からのご命令である。繰り返す、手加減無用。ねえ、どういうことなの？阻止とか手加減無用とかって。それは冬木姉さん、助け立ちに参りました。ムチコース、一体何が起きてるの？桃花殿の母上がやってくるんでありますよ。ええ、それも西沢家の防衛門を突破しながらです。お、西沢さん、よかったら詳しく話してくれないかな。母は格闘家なんです。格闘家？そういえばバイオパパさんも格闘家だったんですよね。大川奥様は西沢家のご令嬢という身分でありながら格闘家の道を歩まれたのでございます。どうすこい。奥様はストリートファイトに明け暮れる日々の中で私や旦那様と出会ったのです。お二人はたちまち恋に落ち、結ばれたのでございました。そして桃花様がお生まれになったのです。桃花そうか、桃花は両方欲しいのか。桃花はすごいわね。そして桃花様の養育は私めが引き受け、バイオ様はビジネスで、そして大花様は格闘家としてそれぞれの頂点を極めんと旅立っていかれたのです。いってらっしゃい。キロ、母は私の安全を確かめるため時々帰ってくるんです。安全を確かめる？すなわちご自身が侵入者となりお嬢様の防衛網が有効かどうかを確かめようというのでございます。娘の安全を体を張って確かめるってわけですか。感動ものです。そう、このウォータードリップが終わるのにあと1時間。それまでに母がここへたどり着いたら防衛は失敗ということになります。失敗となれば私以下親衛隊の者も全員クビ、タママ殿の居場所もどうなることやら。そんな。こちらは桃花親衛隊再生格闘術式白兵部隊。奥様だがなんだか知らねえが、要するに勝負して勝ちゃいいんだろ。ボーナスもたんまり出るらしいぜ。いくら強いって言ったって所詮一人、たかが知れている。格闘戦のエキスパートか。少しは手応えがありそうだな。どうだ。インドで戦った階層の腕の鋭い伸びは、ふっ、こんなものではなかったぞ。ヨガ、どうした、それで待ってるつもりか。ヘアスタイルにしてもあの軍人には遠く及ばんな。うん、もう我慢できねえ。ソニー、うん、ロシアの地下闘技場で受けたサイコロンのごとき吸い込みの気ではない。いない、長い者ども。強い、これが格闘技を極めし者なのか。ふっ、口ほどにもない。お前らはクビだ。レベル4を撃破されました。そろそろ僕の出番のようですね。格闘家としての血が騒ぐです。タママ、
我が輩も行くであります。勝てばボーナスザックザク。一体この屋敷の防衛はどうなっておるのだ。これでは桃花を任せてはおけん。さらにお強くなられたようですな、奥様。ポール、しかし奥様といえど、侵入者はこの私が見逃すわけには参ります。何があろうと桃花様をお守りするのがこの私の務め。そう、この私こそがレベル5なのですから。これぞ執事の封印を解かれし、ポール。ポール殿、ゴヒー、番組を間違えちまったのか。オリコン発動、参りますぞ。疾風筋雷客、消えた。技のキレは昔以上だが、大振りで隙のデカさも昔以上か。まさか疾風陣愛客の当たり判定の外から。王三楽、お王家様の驚異的空中投げの間合いを忘れるとは。このボール迂闊でした。やれやれ、お前までが平和ボケとは。よほどこの国には危機感をもたらす者がおらぬようだな。こいつら半端じゃねえ。化け物退治は専門外です。貴様らか、噂に聞く桃花のペットってのは。てめえこらこげ、誰がペットだってや。こしたら二人がかりよ、卑怯とは言うまいね。面白い。おっす、勝っていただいております。シロアリ1号です。そりゃもうシロアリ2号です。西澤さん、西澤さんのお母さんを少しの間足止めするくらいのことは僕でもできると思う。そうよね、こんなことでポールさんたちがクビになるなんておかしいわ。私たちで頑張りましょう皆さん。キッキッキー、まあ頑張るんだね。違い、なんだろうこのプレッシャー。何この迫力、体が動かない。すごい、さっき街で会ったあの人。昼間の桃花の知り合いだったか。お母様、もう実況終わるかな。お母様、ポールや親衛隊の者たちをクビになさるのですか。約束だからな。やめてください。何者だ。はじめまして、僕西澤桃花さんの友達の日向冬樹って言います。そうなんです、お母さん。なるほど、この子が最終防衛ラインというわけか。桃花の友達に手を挙げるわけにもいくまい。はい、時間切れ。キキー。お母様。ふん。首はなしだ。ありがとうございます。少し大きくなったんじゃないか ?3 センチくらい。2センチと7ミリですわ。そうか。前は1ミリも違わんのだかな。お母様こそお元気でいらっしゃいましたか。そんなにやわな体ではない。なんだか不思議な親子だな。次回はコーヒーを飲ませてもらうぞ、桃花。待って、お母様。ん？武術の妨げにならないよう一輪だけですが。ママ、いつもありがとう。それにしても変わった親子だったわね。
でもカーネーションをもらった時の西澤さんのお母さんの顔ったら、やっぱり親子なんだなって。私としたことが面目ない。ただ大岡様に冬木殿をご紹介できたことがせめてもの。まさかお嬢様。おいおいポール、まさかはねえだろ。親子ですから。おい大岡。バイオ、たまには顔くらい見せろ。乗ってけよ。送りながら話をしよう。断る。修行の妨げだ。そう言うなって。まったく、お前ってやつはどうしてそんなに素直じゃないんだ。母の日か。世の中にはいろいろな親子の形があるものです。でもどんな形にせよ、やっぱり親子っていいですよね。ケロン星には依頼人の恨みを晴らすお仕事人という闇の組織があるらしいのでござる。その正体は謎に包まれ、普段は一般人の中に紛れているとか。そんなことより、トラウマの腹いせに依頼しないで。ドロロ君、二ターンのめけけ必殺お仕事人でやります。前後編つことでどすか。ゲゲロー。